日本の南西部に位置し、363の島からなる沖縄県。1429年から1879年の450年間、首里を首都とした琉球王国が存在し、最大の交易国であった中国や日本本土に影響を受けつつも、独自の文化が育まれた。外国語で賛美するよりも日本語で賛美する方がしっくりくるように、沖縄の魂に届く言葉と音楽で主を賛美する家族がいる。うちなんちゅうの魂にリバイバルの風が吹く。ある言葉を思い巡らせていた。君に伝えたい大切な言葉を、希望が明日を作る、希望が命をつないでく。今日も沖縄市の地域ラジオ局FM コザ。この放送局で週2回レギュラー番組を持っている具志堅ファミリー。熱中症で局を流すさんみんなありがとう。募集しています。金曜日にラジオ番組のための打ち合わせしてます沖縄国際映画祭のマイクオーディションでグランプリを取った三女のしおさんと四女のほさなさん。この受賞をきっかけに吉本興業から CD が発売され、現在は4人で活動しています。曲を決めるのに時間がかかります。家族で音楽活動をしている具志堅ファミリー。お父さんの哲さんは小学4年生から三線を弾き始め、中学生になるとギターを始め、バンドを結成し音楽に親しんでいた。1984年睦子さんと結婚し、睦子さんがボーカル、その後生まれてきた子供たちと共に家族で音楽活動を始めた。この三線もそれで踊りも、もともとバンドしてたバンドもドラムもそういうギターとかというのをほとんど教会にこの持ち込めないという雰囲気があったんですよ。沖縄の言葉文化伝統をなくそうとする時代があったということから、やはり教会でもこのそういうのを用いるということは、まあ、良くないことっていうふうにされている。そういうふうな理解がまあ 強いんだと思うし、強かったと思うんですね。この結婚というこの出会いがあって、あのそれで2人でまあこの琉球ゴスペルをこのやり始めようというこの時に考えたんです。まあ、ほとんど最初はみんなに受け入れなかったというあの感じだね。しかしその後、1990年から2000年にかけて空前の沖縄ブームが起き、教会でも楽器の演奏が理解されるようになった。そろそろスタンバイ。ミキシングは末っ子のほさなさんが担当。具志堅ファミリーの時間ですよの時間です。はい、よろしくお願いします。では、紹介いきましょうか。お父さんから。お父さんのてっちゃんです。お母さんのおむっちゃんです。三女のしおんです。はい、よろしくお願いします。私は、セッコのホサナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、紅型衣装を着て、お父さんが三線持って、はい、沖縄の歌とか新しい現代風な歌とかをね普段歌ってるんですけど、南米に住んでいる沖縄
移民一世の方とか二世の方とかたくさんの沖縄の人に、まあ、沖縄の風を届けようっていうプロジェクトでね、はい、約5週間、まあ、いろんなところで歌を歌ってきましたね。聞くだけでみんながこう温かく迎えに来てくれる沖縄県人会の方が同じ具志堅ということで空港まで、ね、迎えに来てくれて名前が同じなだけ、はい、そうそうそう、あ具志堅ねって言って、うん、あ沖縄の方ねって本当にとても感動してくれた、ね、家族の温かいトークと音楽が届けられていく。では聞いてください。天まで届く風。ツイキャスって言って、あのリアルタイムで画面を落としてコメントが入る。家族みんなで思うことができるってなかなかないよね。ないよね。あ、歌の指導はお母さんで、そうしてる演奏とか分かってないから、じゃあまたいつも歌わないからってお父さんが歌指導してる。知ってるよ、お父さんがお母さん指導してる。お母さん指導してる。お父さん音楽全般でしょ。お父さんは要するに聞いて、もう一度聞いて、それをお母さんに評価して、それを人たちに評価される、通訳をする、うん、厳しさに愛があるし、それを乗り越えた皆さんは今家族みんなで仲良く一つのことができるわけだね。ナイスファミリー、本当素晴らしいですよね。ありがとう。そういう言葉を、そういう言葉をくれるからね、くれるから頑張れるっていうね、そういう言葉で励まされますよ、本当にやっていられるんですね、うん、はい、聞いていただきました30分間短い間でしたがありがとうございました。はい、ありがとうございました。また金曜日ね、はい、ありがとうございました。やっぱりそういう福音をどんどん伝えていけるような一つはそういう思いで立てられたスタジオというか、だから結構いろんな番組でクリスチャンであることを、まあ、前面に出すとか、それは普通にできてるところですね。なかなか県内でも買わないんじゃない、ここだけ一般の方も番組を持ってたり、うん、でまたクリスチャンの方も持ってたり、うん、ミックスな感じなんですよ、うん、だからすごいいいラジオだと思います。また自分たちもやっぱり心がけてるのは、まあ、そういう方々も多く聞いてもらいたいし、そうでない方々に本当により分かりやすく聞いてもらえるには、あまり、まあ、クリスチャン用語とか、まあ、そういうのを使わなくてもやっぱり神様の愛とかそういう素晴らしさをこう伝えたいというか、そういう気持ちの方がやっぱり前面に出て、普通の感じをちょっと意識して、直接神様って言ったりとか、そういう言葉の意味はそういうのではないけど、やっぱり伝えたいものが音楽として伝わるので、それが人の心に触れるかなって思ったりします。ここは沖縄県南城市にあるジョイ工房、オーナーの与木さんが迎えてくださったむつこさんと親しい友人である。沖縄の風習と聖書研究会という会を主催し、沖縄のルーツ機構や沖縄の風習と聖書という本も出版している。ここが交わりの場である。むつこさんと話をしているのは池原さん。池原さんのお父さんが救われた話に驚いた。もともとお父さんは沖縄のやっぱ祖先崇拝っていうのがあるもんだから、祖先崇拝っていうものはやっぱキリスト教をね受け入れないっていうか、ね、そういうのがあるんでしょ。だから今までこう声かけ、お父さん教会行こうって言ったけど、なかなか西洋のようなものがなんか馴染めない。まあ、本当にこう沖縄はとても風習があるもんだから、あじゃあっていうことの切り口で、お父さんって昔はこっち牛をね潰して、その血をね鴨居に塗ったってその原因をねそう束ねて鴨居ともね、お父さんたちは昔はキャンデもねそれ塗ってたのって聞いたら、ああ昔はねみんなやってたさって
この血をね、ハモイトモンにこうして塗っていたよってお父さんが言って、あやっぱやすごいねって、すごい修復だよねって、これ聖書に出エジプト時に古代のね、このイスラエルの人たちはハモイトモンにこの羊の血を塗っていたんだよねって、同じ風習お父さんやってるねっていう話をこうねやって、死ねぬりこれがあるよって言って、お父さんを前にしてこの死ぬ祈りを念読んだら、あうるといいやさ、これだったら、これだったら自分もできるって受け入れられるっていう、うちの祈りさって、なんか、自分たちが祈ってた祈りと一緒だよって、ね、言ったんだよ ね、 本当ね、うちの祈りと一緒だねって言って、でもこれ聖書の祈りなんだよ、でもうちのあぶちの祈りと一緒さって言って、お父さんの方がこれすごいって言って、これ飾っときたいって言ったよね、でこれで毎日お父さん祈ったらいいんだよって、ね、天の中へイメンセルわったお湯がなしって毎日祈ったらいいよって、自分の罪をね毎日悔い改めて本当に神様にね本当に祈るっていうのはいいよって言って、それをねお父さん喜んでニコニコして、じゃあ教会来週行こうねって言ったら、って言ったよね、来る日曜日からは教会に行こう、池原さんのお父さんはイエス様を受け入れ天に召された。本当沖縄版のアメージングレッスンです。写真で聞くこのアメージングレッスンはね、別物だ、なんとも言えない、うちなんちゅうに届く魂の歌がある。生き続けて、そう叫び願うよ、あなたに。天の中イメンセルワッタウヤガナシイ、ウナアガミラチウタビミソウ、ウキニシチシティウタビミソウ。心のティーンを手のぐと治癒ティーンが一部と二人に沿う、メイナチュの半米チューンの旅に沿う、ワッタアンカイヤナビチスロチュノチャワッタが許しうる、ワッタチミンク許しみそう、ワッタ道まげしみそうらんぐとヤナモンから薄くいそう、国と力と酒と一までにぬんじゅぬおいぬるやいび、その命ライバルの風、次男中の魂に響く賛美、実験ファミリー、お楽しみに。